今日はですね、8月、28日、明日ですね、ソニーの、新型のカメラが、発表されるということで、前日になるんですけども、明日のですね、発表されるカメラのちょっとおさらいをしていこうかなと思います。で、今、撮影に使っているカメラですが、DJI ポケット2を使用しております。ワイコンつけておりますので、非常に、広角、超広角の今 15mm ですね。35mm フルサイズ換算 15mm で、撮影しております。はい。そしたらですね、明日発売されるカメラ、おそらく2機種プラスレンズということで、α7C2 ですね。まあもう皆さんもご存知の通り、α7C2 と α7R、この2機種がね、発売されるんじゃないかということで、噂に上がっていると思いますが、まあ間違いなく来るでしょうというところで、もともとあったですね、噂サイトの、サイトをですね、再度ちょっと見ていきたいなと思います。はい。そしたら α7C2 の方からですね。C2 は、α7R5 と、同じオートフォーカスって書いてますね。同じオートフォーカスってことは、同じ AIF が入ってくるってことですかね。あ、ポケット2がちょっとフォローモードになってるんで、ロックにします。あれ？失礼。ポケット2の使い方をまた忘れておりました。1週間使わないだけで使い方がね、もう分からなくなっておりました。あ、これ見えるかな、星が見えるんですけど、どうだろう、上見えるかな、行き過ぎちゃった、こんぐらいかな。ということで、5軸手ブレ補正ですね、これが入るということで、α7R5 と同じ手ブレ補正機構ですね、これが入るんですかね。R5 は、8段の5軸手ブレなんで、これとはまたちょっと違うかもしれないですね。8段という記載はないですね。と、あとは10コマですね。連写は10コマしかありませんが、まあ普通の人は10コマで足りちゃうんじゃないかなっていうところですよね。あとは α7-4 と同じ液晶画面ということで、α7R5 の4軸マルチには、α7C2 は対応しないということですね。と、4K60P。4K はですね、α7C4K30 までだったんで、4K60P となると倍ですね。倍の FPS になるということで、結構利便性も高まりそうな気がしますね。あと α7-4、違うんですね、 ZV-E1 のような、オートフレーミング機能が入るって書いてますね。これは入るのかな、入らない気がしますね。これはオートフレーミング機能が今入ってるカメラというのは、α7R5 入ってないんですよね。入ってなくて、ZV-E1 に初めて入って、その次に α6700、
に、2機種目やっと入ったという感じですね。まあそもそも AIF 積んでるカメラは今3機種しかないということで、 R5、E1、α6700、まあっていうふうに考えると α7C、値段がね結構上乗せされてくるということで、 α7-4 と同じような、値段帯になってくるっていうことがね報じられてるんで、まあ入ってきてもおかしくないのかなって気はするんですけども、入ってくるのかな入ってこないような気がしております。あとはですね EVF ちっちゃいのついてますね。236万ドットの EVF、 多分ですねこれ最近の EVF 結構綺麗なんで、α7-4 はいくつだったかちょっと忘れたんですけども、まあもし同じようなのが積んできたら結構綺麗なんじゃないかなと思います。あとは、メモリーカードはシングルスロットですね。残念ながらシングルスロットになるというところで、以上が α7C Mark II の、噂ですね。噂をまとめた内容になります。はい、続いて α7CR ですね。レゾリューション、高画素機になりますが、オートフォーカスは α7R5 と全く同じになるというところと、ボディの手ブレ補正も α7R5 と同じになるということで、おそらくですね 8段の5軸手ブレ補正が、α7CR に集んでくるんじゃないかなというところ、これはね多分ね間違いないんじゃないかなって感じですね。なると α7R5 の小型版っていう感じですねという感じになるかと思います。で画素数は、6100万画素。これもね、α7R5 と同じセンサーを流用しているということなので、同じ画素数になりますね。で、連写は、秒10コマ。10コマしかやっぱないですね。ここは α7C2 と同じ10コマになります。で、ここですね、ポイントは、α7R5 と同じ4軸マルチアングル液晶モニター。これが搭載されるということで、ソニーカメラでは、バリアングルに続いて、新しい機能ですね。新機能の、α7R5 で積まれた4軸マルチアングル液晶モニターが、これやっと2機種目ですね。α7CR に乗せてくるということで、もうこれは待ってた人は結構多いんじゃないかなと思います。 α6700 にねもしこれが積まれてたらもう爆発的ヒットだったような気がするんですけどもね、順番的にねもう積んでしまってもおかしくないんじゃないかなって気はするんですけどね。あと数年後、何年後かに、ね、APS-C を、ね、リニューアルするって考えると、今積んじゃっておいた方が、次の APS-C の、ね、飛躍は結構大変な気がしますよね。はい、あ、ごめんなさい。APS-C にちょっと話それちゃいましたけども、4軸マルチが α7CR につきますということですね。あとは 4K60p が、10bit 422になるということですね。α7C2 の時は 10bit 422という記載はないので、10bit 420もしくは 10bit にならない可能性はあるんですけど、α7CR の場合は 4K60p の場合で 10bit 422という表記があるので、これはちょっと楽しみじゃないかなと思います。あとは236万ドットの EVF ですね。 EVF はおそらく同じですかね、 α7C2 と同じになると思います。ただねこっちは結構動画機じゃなくて、ね、高画素の完全にカメラ機になるんで、なんか EVF もうちょっといいの積んでほしいなという
ちょっと差別化してほしいなという気はするんですけども、まあ、撮影体験的には C も3もそんな変わらないということでしょうか。これはあとは、両機種とも同じカードスロットがシングルということで、おそらくどうですかね、CF エクスプレスを積んでくるか、C2 の方が積まずにこっちだけ積んでくるってことはまずないのかなって気がするんで、まあ、どっちになるかちょっと明日の発表の楽しみかなって気がします。はい、ということで、2機種ですね。カメラは2機種で、あとレンズですね、1635の GM2 が、おそらく出てきますね。もうリーク画像も上がってましたんで、おそらくこれが出てくるのはもう間違いないと思います。ということで、α7 ね、 CR のね、出来によってはちょっと予約しちゃうかもなって感じですね。C2 はおそらく α7-4 の、機能を踏襲しつつ AIAF が積んでるということで、まあ割とねベースアップされた魅力の詰まったモデルにはなってると思うんですけども、やっぱりね、新しい R で、かつ、高画素機、のカメラがコンパクトで手に入ってかつ四軸マルチ AIAF が積んでというところで、めちゃくちゃ魅力的なカメラが出てくるんじゃないかなっていうところですよね。ただ、α7R5 で積んでいた、8K の24P は撮れないということですよね。 α7CR は 8K は撮れずに 4K 止まり、 4K の 60P 止まりということで、8K ね、これで 8K 撮れたら最高だったんですけど、やっぱりね、筐体の大きい α7R5 の方にこっちはちょっと差別化を図ってきたかなって感じがしますね。はい、ということで明日ですね、8月29日、火曜日の11時から、発表になりますので、皆さんどうしますかね、買われますかね。 α7C2 ね、Mark II 買われる方も結構多いですし、 R をね今回結構目当てで買われるっていう方も多いみたいですね。ただね、今回やっぱネックなのが値段ですよね。値段、おそらく在庫とかはね全然潤沢だと思うんですけども、おそらく値段ですよね。そこがね結構ネックだなっていうところで、定価がねおそらくですよ、 α7C Mark II が定価が36万で、Mark II が36万で、 α7CR が、定価が45万、おそらくねそんぐらいしてくると思います。まあそこから割引が効いて α7R は、α7C Mark II は、まあ、32万とかで、 α7CR は、まあ、40万とか頑張って39万とか、そんな感じのね金額帯に落ちてくるんじゃないかなっていうふうにちょっと予想してます。ということで、結構なね高額帯のカメラになるんで、非常にね高いなと思いつつ、やっぱ新製品発表めちゃくちゃ楽しみというところで気になりますね。で、私事なんですけどね、先週、まあ、S3 をですね、お出かけの時にね、まあ、持ち出したんですけども、非常にですね重くてですね、コンパクトカメラ欲しいなって本当に思いました、その時。これが α7C で200g ぐらい軽くて、レンズもね
タムロのね28200つけてたんですけども、あれおそらくね 700g ぐらいあるんで、重量がね合計多分 1.4kg ぐらいの重量で持ってったと思うんですけども、非常に重くてですね、なかなかねカメラをというか撮影するタイミングもねそんな作れなくて、ただこれがねコンパクトだったらどうかなと思って、コンパクトカメラをね欲しいなと、 7CR 買って、まあ FE28 の F2.8 とか、あ24の F2.8 とか、まあちょっと軽いやつ、ちっちゃくてコンパクトなやつがねもし使えたら非常にいいかなと思って、ちょっと買い替えをどうするかなと今考えているところであります。はい、そしたらですね、またですね、もう明日ですので、また新しい情報、ね、もう皆さんもすぐ分かると思いますけども、改めてねまた新製品の情報、共有したいと思いますので、よかったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。